こっちが終了。ラスト10秒やめー、終了です。427、428。おし。ロングセブン、軽く足、軽く足動かしましょう。軽く足、そう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 、足動、足動かして、そう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 、そのボディコツ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 、はい、右の右の、ロングセブン右の右の、はい、ボディ右の右の、ちょっと足動かします、ちょっと、そう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 、軽くで、でしっかりついたら当たります、しっかりついて。そう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 。ボディと右足。ヨギ先輩前足でいいぞ。ナイスボディ。はい。そこ膝上げましょう膝。ナイスロー。ナイスボディナイスボディ。ヨギ先輩出てる出てる。いいっすよタイミング取ってる。そう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 。ナイスロー。ナイスロー。ヨギ先輩上しっかりついて上。ナイスロー。ナイスロー。そこ胸しっかり。胸ボディ、さあ効いた、ロー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 効いた、両方効いてる、両方効いてる、効いた、ローしっかり蹴って、上下先輩しっかりついてついて、上下先輩肩でもいいからしっかりついて、膝も入りますよ。20、投げては20、ボディ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 、聞いた、ちょっと足動かしましょう。ジョギリ先輩、ジョギリ先輩、上しっかりついて上起こしましょう。ジョギリ先輩ロー効いてるからロー、はい、そう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 、そっから足までしっかり入ります。そこ胸、そこ胸、そこ胸、バレリ、バレリ使いましょう、バレリ、そう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 、そう、やっぱ鍵で外ついて、外ついて、いけ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 、はい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 、いけいけ、膝上げて膝、そうそう、膝上げて膝まで、そう、はいはい、膝まで上げて。
膝まで上げて、そう。膝上げて、そこ膝上げて。おい、そうそう。ジョギ先輩、ジョギ先輩、外もっとついていきましょう。胸起こして、相手の胸起こして。上下線、そこ空いてる、そうそうそう、胸空いてる、胸盛り OK、 そこ膝上げて、わーい、ナイス、膝上げて、止まった、膝上げたら入りますよ、ボディ、胸効いてる、上下線、胸効いてる、胸、そうそう、圧かけ、そう、そう、胸、そう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 、聞いた、はい、ナイスプレー、はい、聞いた、はい、そこ押し切る、そう、やってる、はい、ナイス、足まで、はい、ナイボリ、タイミングいいっすよ、ジョギ先輩、いいっす、そう、ジョギ先輩、ちょっと返しましょう、カット、軽くでいい、ちょっと足軽く動かして、そう、ナイスボリ、ジョギ先輩、月でいいっすよ、月でいい、おい、入ってる、そこ突きましょう、ついて、左、タイミング、蹴りの時入りましょう、中にもっとちょっと力入りすぎちゃうけど、リラックス、もっと中入っていいですよ、やらかった、おい、ナイス、そこ突っ込みましょう、突っ込んで、できるもんカット、40、胸、OK、ナイス、左胸、ナイス、ボディ、OK、ジョギ先輩、ずれる、そうそう、逆まで、水、そこずれて、
하라 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 머리 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 서서 서, 히사 있죠. 最低のやつです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？僕は。いや、痛かったです。痛む。俺の方が痛かったです。まあ、亀山さんとやっていって楽しかったです。ありがとうございました。また頑張りましょう。お願いします。おし、計画になってみた。3名입상했고요。준결승에서 카메야마 선수랑 붙어서 졌는데 뭐 결론적으로 말하면 저의 연습 부족이었습니다. 조금 더 연습을 했었으면 좋겠다라는 건데 뭐 끝나고 나면 항상 하는 뭐 핑계거리죠. 조금 더 열심히 해서 이런 핑계를 대지 않을 수 있도록 하겠습니다. 2년 만에 시합을 뛰는 거라 솔직히 말하면 불안감도 있었고 굉장히 조금 행복한 시간이었습니다. 힘들었는데 행복했었고 그 다음에 이 시합을 계기로 다음 시합까지 나갈 수 있도록 하겠습니다. 앞으로도 연습하는 거 많이 영상 올릴 테니까 많은 관심 부탁드리겠습니다. 오스!